20時46分から。あ、うん？うん？違う。分かんなくなってきた。こんばんは。今新しく配信スケジュールを組み直してみたんですけど、今この枠はですね15分枠になっております。で 20時まで配信するんですけど、この間これですって言った配信スケジュールがなんか星が一周できないのになってたので、だから今カントワークに待ってね。ん？これにね変更しようと思うんですけど、もう計算ができないな。今がカントワーク。次がカントワークみたいになっちゃうよね。ちょっと待ってね。次が今がカントワークで、カウントこの30分にかけて今の休憩時間をこれを書いてたんですが、間違ったよね。間違ってる？分かんなくなりました。枠が違うってどういうことですか？にょ？もう分かりません。みはちゃんの頭の上に始まるハテナマーク、そう、もうハテナマークです。今泣ける。分かんないよ。多少間違ってるかもしれませんが、こちらで今日から配信していきたいと思います。もう間違ってるかもしれないけど、それもそれで楽しみましょう。ということで今の時間は15分枠の20分なので、カウントです。元気だよ。みんなでフォロー。縮小白飛びしちゃうよね。私が黒いから。縮小できた？トンネル？ちょっと待って。
私が黒いおかげでなんか全然映んなくなっちゃったんですけど、見えてる？大丈夫だった？もう楽しい、もう時間時間やってると楽しめなくなっちゃうので、お絵描きをしていきたいと思います。私がよく描くひよこの種類を解説していきたいと思います。だいたいパッて描かなきゃいけないときはこの子です。ちょっと時間があるな、かわいい、描きたいなっていうときは、だいたいこのまずサインとかの時にシュシュシュってよく一筆書きできるのがこの子で、この子はちょっと実際できるんですよ見ないで書けないんだけど、ちょっと待って、見ないで書けない、ちょっと待って、めっちゃ書きにくいね、ちょっと待ってね、ほらこうやってひよこの早い書き方、こちらこのポイントがこの口ですね。そうするとひよこは早く描けます。難しい、これこうやってちょっとなんかお豆さんを描くみたいに描いて、でこの口をそのまんま描くので、目をつけ、そうすると早く描けるんですよ。覚えましたか？これが早くひよこをかける秘訣です。ポイントはこの口の位置にちゃんとするってことなんです。だいたい真ん中なのでどうやってもひよこになるんです。もしひよこが、ひよこ隠しないよね、なんか書くことがあれば思い出してやってみてください。本当に簡単なので、いーほらこんな時間に出かけちゃいます。もし書けるとき書いてみてください。私がひよこを書いたら心配されるか、そんなことないよ、まだみはちゃんのサインゲットしてる、いつかサイン会とかでねゲットできた。絵描き歌なんだろうな、ある日ひよこ豆が出てきまして、人参をくちばしに添えてごまをのせて、なんだ、棒じゃない、違うな、痛いよ、違うね、何やるかな、ひよこ豆を一粒添えまして、くちばし何でできるかな、人参を一本添えます、そこに黒ごまを添えます、そしてかいわれ大根を2本すると、ひよこの完成でーす。どうです？後ろ試してみよう。私ほんと黒い服着てこなきゃよかった。めっちゃ飛んでる。あ、こうだと見える。かいわれ大根で合ってるのかわかんないけど。こんな感じで私はひよこ
たくさん大量発生することができています。カイワレ大根ってどういうのだったっけな、ちょっと間違っちゃったよ。歌の時点でひよこって言ってもらって、あれ絵描き歌ってどうなのでしたっけ。絵描き歌がわかんない。絵描き歌ってなんとかが何本ありましてみたいなやつじゃないっけ。あ、そんな感じ。あー、なるほど、なるほどね。再挑戦。あれ、できたとさ、水たまりから人参が出てきたとさ、そしたらお弁当用に買ってた黒ごまが落ちて、そしたらかやわれ大根がこっから育ったとさ、感じ。合ってます。こういうのじゃないの？絵描き歌って。違う？また違う？違う？分かんなくなっちゃった。これではない。ちょっと考えとくわ。次の。時間の合間に絵描き歌ちょっと向いてなさすぎて、なんかちょっと変になっちゃったんですけど、続いての配信は これじゃないですね。1個前のを出してしまいました。どこーん、あった。20時46分からです。ということで20時46分からまた会いましょう。絵描き歌進化しておきます。また後でね。